勝利おめでとうございます。先ほどの試合の振り返りお願いします。前半からやっぱり自分たちで守備のところは強くいったりってやってきたんですけど、やっぱり得点が1点というところでもっともっと決めていかないとやっぱり上にはいけないと思うので、次の試合も、得点というところをもっとこだわってやっていきたいと思っています。次の試合に向けて一言お願いします。はい、次の試合は予選で最後の試合ですけど、そこもしっかり気を引き締めてしっかり勝ち点差を積んで、グループステージ1位で突破できるようにしていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。